はい、どうもこんにちは、たけおでーす。今日は、なんと自宅のソファーからお送りしております。どうですか、このちいかわグッズの量。8割のね、でっかいぬいぐるみとかね、ちいかわのクッションとか、うさぎのケツ出しぬいぐるみとかね、いろいろあるんですけど、ほら、こんなとこにゲスペンが隠れてますはい、ということでね、今日なんですけど、自宅のね、改造を行っていこうかなと思っております。というのもですね、最近アナログゲームの収録会を月に1回とかね、やってるんですけど、まあ、比較対象で言うと、トリッピーのうちで撮られた映像と、うちで撮られた映像ね、竹尾拓で撮られた映像で、まあ、若干明るさとか、そのなんか色味とかが違ったりとかするなぁというふうに感じてまして、なんでね、ちょっと自宅をね、もうちょっと撮影環境に合ったようにしようかなと思っております。ということでね、あのビフォーアフターを撮るために、今ビフォーの状態でね、綺麗な状態で家保っておりますので、紹介していこうと思います。はい、ということでね、こんな感じになってるんですよね、今の家の状況なんですけど、まあ部屋の電球とかはね、まあちょっと賃貸なんで、その当時のままみたいな感じなんですけど、まあこう見るとね、若干この机で撮影してるんですけど、若干暗く感じるなというね、ところなんですよね。まあちょっと隣の部屋はね、収納とかあるんですけど、まあ機材系のね、整理整頓をするための、まあ、GoPro のものだったりとか、まあ、自撮り棒とかモバイルバッテリーとかいろいろ保管してる場所 で、あとアナログゲームとかね、保管しております。はい、でこれはね、JFDH のね、差し入れなんですけど、ちょっとまだね、ごめんなさい。まだ開けれてないんでね。これ、セッティング終わったら、開封するから、よろしくな。はい。で、まあ、ね、竹尾チャンネル10万人いってますね。10万人の盾もあって。まあ、なぜかゲスペンのいない宝村、ポップアップストア第2弾宝村ヴィランズの、フィギュアもあったりとかね。アクスタもあったりとか、はい。あと、俺、勇者が死ぬまではの、なんだ、ポストカードか。ポストカードをね、額縁に入れて飾ってたりとか。まあ、フラッペとかいます。ここは関係ないな、機材的には。あとね、ビアンキあります、ビアンキ。ロードバイク。今空気抜けてます。外、暑いんで走りたくないです。でね、まあ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 、いつもはね、ここに、この三脚に、これ、ウランチ&、なんだっけ、これ。なんかね、カーボンの三脚なんですけど、ウランチのね。これに、ソニーの ZV-1 っていうね、カメラをつけて撮影してます。はい。なんですけど、ここら辺もね、変えます。はい。それから、まあ、この机なんですけど、この机ね、もうすごい気に入ってるんですよ。これ、大塚家具で買ったんですけど、大塚家具で買って、そう、大塚家具ね、すごいのよ。大塚家具で、この机買った時に、飲み物出してくれて、めっちゃ接客してくれて、いや、まあ、そんなことどうでもいいんだよ。で、このね、色付きなんですけど、撮影するにあたって、この、暗めの色がどうしてもね、カードとの相性が悪かったりとか、ボドゲとのね、相性が悪かったりとかするんで、ここもちょっと変えようかなと思ってます。それからまあね、これ照明ね、照明もちょっと変えようかなと思ってます。はい、まあ隣がね、ちょっとなんか洒落た照明使ってるんですけど、ちょっとこれの色味は好きなんですけど、こっちも変えるかもなで、あとね、照明ですね、照明。
照明、LED 照明、こういうの使ってるんですけど、見えるかな？こういうの使ってるんですけど、これもね、ちょっとまあ、照度不足なんかな。わかんないですけど、めっちゃ強力なね、ライト用意しましたんで、それも変えていこうと思います。ということで、1個ずつ改造していこうと思います。よろしくお願いします。まあ、まずね、やりやすいところかな。この机の上、ちょっとね、対策考えてきたんで、変えちゃおうかなと思います。でですね、まあ、対策としては、こういうね、上に、あの、敷くタイプのテーブルマットみたいなのがあるんで、これをね、はい、乗せていこうと思います。で、このままだと、グラグラしちゃう、グラグラ。すぐ滑り落ちちゃうんで、これをね、あの、なんか、下に敷く、テーブルクロスとかの下に敷く、あの、マットみたいなやつ。これをね、つけることによって、滑り防止にしていこうと思います。さあ、やっていくぞ。まあ、なんだ、大した作業ではないです。これ。これ。こんな感じでどうですか？ちょっと離れた場所から見てみますか。おーっと、まあ、ちょっと部屋の印象変わったかもね、白くすることによって、まあ、撮影のしやすさも、うん、なんか黒い感じのカードを置くんだったらこれでちょうどいいかもね。で、これなんかあの裏表あるみたいなんで、撮影したいものに合わせてね、切り替えていくっていうのでいいんじゃないでしょうか。とりあえずこれで、まあ、テーブルは OK かな。はい。それからですね、照明ね、新しい照明をということで、とんでもない照明ちょっと用意しました。それが、こちら。ランライト。FS300B というやつですね。これとんでもなく明るいんだ。ちょっとわかりやすく、ソファーでね、こういう画角でどうですか。ソファーに向けていきます。とんでもねえや。一瞬で白飛びしたね。どうですかこれ。もうさ、演劇とかで使うピンスポぐらいの光量あんのよ。すごいでしょこれ。これあのカメラのね、自動で切り替える機能で、その明暗ついちゃってるんだけど、めちゃくちゃ明るくなってます。で、あのこのちいかわたちがめっちゃ明るく、なんか暗所の中で明るくなってるように見えるけど、あの部屋全体明るいです。これが切った状態ね。もう一回入れるよ。で、今までの照明は、今までの照明ね。これ今までの照明。今までの照明はこれよ。わかんないでしょ？違いが。とんでもないですよ、これ。とんでもないことが起きてます。じゃ試しになんですけど、これで、電気消しますね。電気消します。ここには電気消した状態です。結構暗くなったでしょ？まあ、結構頑張ってる方だと思う、カメラがね。で、この状態で天井に向けて、ライトをつける。やばすぎる、やばすぎる。ほぼ昼じゃん。はははは。これ今右側のね、ライトついてるはついてるんだけど、あ、他の、あの、照明全部切ってあります。それでこれです。
もう一回消すね。ちょっと待って。はい。消しました。つけるよ。すごすぎるわ。これちょっと期待できますね。めっちゃ明るくなると思う。ということで、これでね、照明関係は、まあ、解決するかどうかまだわからないんで、今度ね、天井のね、照明も変えていこうと思います。これですね。これも変えていこうと思います。これね、用意してんのよ。ちょっと待ってね。これね、同志社から出てる、なんかね、20畳用の照明なんですけど、天井照明ね。これに変えていこうと思います。じゃあね、早速つけていきたいと思います。まずね、ちょっとライト消しますね。はい。そしてじゃあ、点灯いきます。3、2、1、点灯。おお、おお、だいぶ明るい。これ20畳用、なかなか明るいね。すごいわ。確かに明るい。これわかんねえな。わかんねえな、これだけじゃな。これだけじゃわかんねえな、さすがに。ちょい待ってね。ほら。どうですか？あー、脚立が。脚立が逃げちゃってますけど。明るくなったんじゃない？部屋。ね。なんかだいぶ明るくなった気がします。はい。それがですね。実はですね、今までの動画全部ね、このカメラで撮影してました。それはね、こちら。ソニーの PWX90 だっけなっていう機種だったと思います。はい、これね、もう完全に業務用のカメラでして、ね。はい、まあ、こんな感じになってるんですけど、SD カードをね、なんと2枚も入れるところがあって、まあ、録画ミスを絶対なくすという意識がね、すごいですよね。それからね、これ見てください。オーディオインターフェースついてまして、なんとね、こうやってね、カメラ、ちょっと変えるか。こうかな。はい。カメラにね、マイクをね、2本つけられるんですよ。マイク2本。で、1個2個ってつけられるんですけど、ここにね、インプット。で、ここで、1本で、これ今、ゼンハイザーの MKE600 だっけなっていうマイク使ってます。で、これに、あとね、これで周辺の音取って、あともう1個ワイヤレスマイクとかをつないで、演者さんの声を取るピンマイクで、みたいなこともできるというカメラでございます。なんとこちら。カメラとマイク合わせて、約40万。約40万です。
かっけえ。それじゃあね、早速なんで、新しくなった環境でボドゲーやってるときどういう風に見えるのかちょっとね、試したいと思います。じゃあちょっとね、ノアザークっていうゲームをちょっと一人でねやっていこうと思うんですけど、このゲームね、あのこんだけいる動物をまあ順番に乗せていくゲームなんですけど、これでね、乗せてってどんな感じに見えるかちょっと見てみましょう。ライオン乗った、シマウマ乗った、どんな感じに映ってるかな。僕はまだ見れてないんですけど、キリンはこれ難易度高いぞ。キリンここら辺に入れとけ。キリン乗ったね。あー、これはアリクイか。アリクイちょっとここら辺に、あったったった、ここら辺とかに。おー、傾くね。ゴリラ、ゴリラはまあここら辺に行ってもらうか。次はおっと、シロクマかな。シロクマ、これよし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 。シマウマ、バランスが悪い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 。アライグマ、アライグマこっちに行ってもらってバランス取れないかな。あー、全然ダメだ、全然ダメだ。次コアラ、コアラもここら辺、あははは、相変わらず傾いてんだ。よし、次、ヤギ、ヤギはね、なんか海外だと悪魔的なポジションにさ、うわー